はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、今日は初めましてのゲストの江本博正さんに来ていただいて、水が教えてくれることというテーマで投稿していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今回のあのご縁自体は本当に水がつないでくれたご縁だなと感じているんですけれども、江本さんはですね、あの世界的に有名な江本勝さん、水からの伝言といって、うん、そのありがとうと声をかけた水の結晶がこう美しくなるっていうことだとか、その水っていうのは本当にそのこう波動が結晶として現れるっていうことを、写真をその水の結晶の写真を通じて世界の人々にこう伝えていかれた江本勝さんという方がいらっしゃって、その方のことをご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まさに江本勝さんの息子さんで、今そのお父様の意思を継がれて世界の方々にその水が持っている力とか、その水が持っているこう波動が私たちに教えてくれることについて、まさに今日お話ししてくださる内容に関するようなことを中心に、その水というキーワード、波動というキーワードで世界の人たちにいろいろなことを伝えていらっしゃる江本さんなんですけれども、今回はあのシャスタの2年目の人たちへのクラウドファンディングの時にですね、あのサポートしてくださって、はい、まあ、あのドネーションしてくださって、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 SNS の方でですね、あのコメントをくださっていたりした、うん、本当にそういった今回のシャスタのクラファンがきっかけのご縁でつながらせていただいて、でちょっといろいろお話をあの伺わせていただいたり、あのこのつながりで、あの共通につながっている人たちのご縁とかを見ていると、本当にその今向かっていく方向とか、うん、これからやろうとしているこう先見ているビジョンみたいなところがものすごくこう重なってくることがたくさんあったので、今回そのあたりのお話も聞いていきながら、まず最初にその江本さんがこれまであのずっと伝えてこられた水に関することを、まず私たちもあの一通りちょっとお話をまず聞かせていただくところからあのスタートできたらなと思いまして、今日はこの配信への出演をお願いしたところ開拓していただいたという形で今日の日になっています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか本当トントン拍子というか、いきなり、もう最近、そうですね、僕、1年ぐらい前だと思うんですけどね、あの、知ってですね、あの、はい、あの、ご寄付させていただいたのが、そしてね、もう今日こんな感じで、はい、ありがとうございます。はい、めちゃくちゃ早いっていう。ありがとうございます。なんか、ちょっと後半、あの、紹介していけたらと思うんですけれども、この秋にあの考えているプロジェクトっていうか、お祭りっていうのも、すごくテーマとか場所とかが重なってシンクロしてることもたくさんありまして、なんかそういうお話とかも本当にすごいなって感じることがいろいろあったんですけれども。そうですね、本当に。はい、まずは、あの、うん、そのシャスタの、あの、まあ、クラファン、まあ、Facebook でですね、はい、あの、知ったんですけど、まあ、水に祈りよっていう、そのもう一言で、あら、そんなことやってる人たちがいるんだと思って、はい、で、それで、あの、まあ、私たちもそうなんですけど、あの、覗いてみたら、その、ね、あの、マウントシャスタの、トライブの以前にお会いしたことがある人たちだったんで、はい、もうこれはすごいと思って、でもそれがでもすごいね、こんなにもサポートしてくれている大きなプロジェクトを、あの運営されているあの方はすごいなというふうにも同時に思いました。はい、いや、ありがとうございます。そのシャスタの中でも本当にミネメンの人たちとご縁があったということで、それもまたすごいなっていう、いや本当にすごいことなんですけど、あのミネメンの州長のカーリーンさんと、はい、あの一緒に乗り合わせとかもされたということなんですけど、そのつながっていかれるプロセスっていうお話もちょっと聞かせていただいて、なんかすごいこう、あの、そうですね、アスカのプロジェクトのメンバーとも通じると、まあ、2009年だったんですけど、うん、あの、まあ、実はあのマウントシャスタに行くツアーがありまして、まあ、現地のネイティブの方と一緒に、まあ、セレモニーをするっていう、そういう予定だったんですけれども、で、まあ、あの、現地にも協力者がいて、その連絡を取ってくれる人もいたんですけれども、うん、あの、まあ、やっぱり彼ら水をすごい、あの、守ってて、あの、やっぱり結構大企業から、あの、そこ
買い占められちゃっているっていう、そういうあの現実があって、で、うん、まあ日本からその水の研究者が来るっていうふうに、まあ彼らは認識して、うん、で、ひょっとしたらそれは大企業のあの人たちと繋がってるんじゃないかということで、すごい警戒されてですね、で、前の日になってから、やっぱり会うのは、あの、やめたいと、前の日かな、言われまして、うん、これは困ったなと。はい。あの、まあ、当然私たち、あの、ツアーをやってまして、その、お客様もね、うん、ぜひ、ね、あの、聖地に行って、そのセレモニーをしたいっていう、うん、そういう、もちろん、要望もありましたし。で、まあ、どうしたものかなと思ってたんですけど、そしたら、その、まあ、次の日にですね、ちょうどマンチシャスタに、あの、まあ、市内でですね、元勝のセミナーがありまして、で、その、あの、ウニメンの人たちの、あの、まあ、二人ぐらいですね、うん、あの、そのセミナーに来てくれて、実際にその江本勝が話していることを聞いてくれまして、うん、で、そしたらもうすごい、この、まあ、内容で話している内容に共感をしてくれて、うん、あの、ぜひ来てくださいっていう風になったんですよね。だから本当に、うん、あの、まあ、ハラハラドキドキ、あの、運営しているものとしては、そういう状況だったんですけれども、でもまあ、無事にですね、はい、あの、それで、うん、はい、あの、まあ、江本勝が伝えてきた、伝えていたことを、あの、に対して共感をしていただいて、まあ、受け入れてくださって、もう本当に大歓迎してくれました。はい。で、一緒になんかサーモンとかも食べたと思うんですけど、あの、サーモンのセレモニーもしたりとか。すごい大歓迎ですね。うん、はい。と、あの、で、マンチェスター行ったらですね、うん、江本勝足が悪いんですよ。で、屈強ななんか若者がですね、二人ですね、あの、椅子で江本勝を、あの、おみこしのようにですね。はい。あの、乗せてですね、あの、行ってくれたっていうですね。はい。もう本当に素晴らしい時間を、あの、過ごしました。で、まあ、江本勝も彼らに、その、後でお見せしますけど、マンチシャスタの、はい、あの、まあ、そこの泉のですね、結晶写真がとても綺麗なんですけども、それを、はい、あのプレゼントして、ぜひこれからも、この、美しい水源を守ってくださいっていうふうにですね、その女首長さんに、はい、メッセージ伝えたっていう。マウントシャスターの結晶写真もどんなのかすごい楽しみ、見たいですけど、はい。ありがとうございます。ね、この話を聞いてると、でも優香さんがこうウィネメンの人たちと出会って、うん、最初なかなかこうね、警戒っていうのがどうしても。私もやっぱり警戒されて、はい。やっぱりそうなんですよね。やっぱりあのシャスターもすごい聖地なので、スピリチュアルな、まあ、方とか、そういうお祈りをしたいみたいな方もたくさんいるみたいで、で、最初やっぱり警戒されて、まあ、ただ、あの、カリンの息子さんのポムが私たちと友達だったので、まあ、そのポムの方がつないでくれる形で、あの、こう、ゆっくりお話をしたら、すごい喜んで受け入れてくださったっていう経緯があって、まあ、やっぱりすごくね、いろんな土地でいろんなことがあった部族の方なんで、それだけにすごく思い入れもあるし、外から来る、こう、流れも受け入れてくれるけれども、やっぱり一回最初は、ちゃんと確認をしたいみたいっていうようなところがね、あって、でもそのプロセスで逆に人として、あの、分かり合えるというか、話し合いの時間が取れたんで、私たちの時もすごい、あの、本当なんかいろんなことを感じさせてもらえる、そういうなんかあったかい部族ですね。そうですよね、うん。なんか本当に入ってしまうと本当にアットホームな、うん、もうアットホームでしたね、本当に。うん、いや、なんか本当にそういうこう大事な時間を共有させていただく、うん、やっぱこれも縁だなってすごく感じるんですけど、今回もこう本当に水でつないでいただいたシャスタの人たちにつないでいただいた縁だなと感じているんですけれども、早速じゃあちょっと江本さんの方からあの水が教えてくれることと題しまして、あのお話をしていただいて、その後ちょっとあのまたこの3人でトークしていけたらと思うんですけれども、お願いできますでしょうか。はい、そうしましたらスライドを使ってですねお伝えをさせていただきたいと思います。はい、お願いします。今見えてますか。はい、大丈夫です。はい、じゃあですね、はい、スライドを使ってお伝えさせていただきます。
ですね、はい。まあ、一番最初に江本勝、まあ、がですね、まあ、水に出会う前というか、まあ、水を使ってですね、いろいろな方を、まあ、癒していたっていうことがあるんですけれども、まあ、30年前にですね、波動測定器。ごめんなさい、ちょっと鼻血ができた。大丈夫ですか？すいません。ですね、なんか高まりが高まりが高まりがわすみません、いやいや、ありがとうございます。はい、すみません、続きます。MRA というですね、波動測定器をカリフォルニア、からですね、まあ、これを輸入してまして、でそれを使った、まあ、波動カウンセリングというのを広めたんですね。で、まあ、そのそこから、水への結晶とつながっていったんですけれども、まあ、こちらに紹介しているのがこの主な機能ということで、まあ、何ができるかということで、まあ、その、まあ、簡単に言うと、その人間のその臓器とかですね、いろんな組織のその波動が、測定できるということですね。で、それが、まあ、数値化されていて、どこが弱っているのかっていうことがわかると。で、またですね、いろいろな毒素の波動とか、まあ、ウイルスの波動とかですね、そういったものが体の中にあるのかっていうことも分かっていきます。また、その病気の波動があるかどうか。あと、まあ、特筆するのはですね、感情の波動がある、という、それがですね、まあ、感情波動が、まあ、寂しさなら寂しさですね。で、そして、まあ、恨みとか、恐怖とか、まあ、そういった感情が、まあ、やはり結びついて、病気として現れていくっていうことなんですけども、そういったこともですね、チェックができるという。で、また物品と、まあ、共鳴度のチェックとかですね。で、またそれだけでは、チェックだけではなくて、その水に対して、その波動を、まあ、記憶させる、転写させるっていう、そういう、まあ、機能もある。そして、まあ、物質とか水の、まあ、エネルギーのチェックもできるっていう、そういう機械をですね、江本勝は、まあ、すごいうまく使いこなして、でそれが世に広まっていきまして、で、まあ、当時、まあ、船井幸夫先生とかがですね、この波動、カウンセリングは本物だということで、まあ、後押しをしてくれたおかげでですね、日本中へと広まっていきました。で、ある日ですね、で、これがですね、まあ、当時の、波動の本ですね、まあ、いわゆる波動ブームというのが起きた、まあ、大体30年ぐらい前ですね。で、まあ、これはですね、日常的に江本勝が毎日やっていたことなんですけれども、まあ、水道水の波動測定をしていたんですね。で、東京の水道水、まあ、通常ですと、水銀毒素とか、まあ、こういう毒素とかも出てくるんですけれども、この1月17日に、その毒素の、まあ、数値がすごい上がったんですね。で、それは何でなのか、その時は気づかなかったんですけれども、テレビをつけたら、なんと、湾岸戦争が勃発していたと。で、すごい、爆発の、まあ、映像が、テレビからですね、まあ、流されたということで、で、まあ、本当に5000キロぐらい離れて、日本のこの東京の水道水がその、まあ、壊滅的な波動の影響を受けてですね、この波動の数値として、まあ、出てきたと。ですので、まあ、一瞬にして、その強力な波動っていうものは、水を通じて距離関係なく伝わると、そういうことがですね、この波動測定から、分かったんですね。で、まあ、江本勝はこの波動測定で、まあ、行っていた水に、まあ、情報を記憶させる、そういうことを、まあ、証明したかったと。というのも、やはりいろいろな、まあ、批判もありまして、この波動というのは、うん、そんなのは、まあ、インチキじゃないかとかですね、まあ、水が情報を記憶するなんてことはありえないとかですね、まあ、そういったことが、言われてまして、どうにかしてそれを、みんながわかる形でですね、証明したいと常々思ってたんですね。
で、それである日、まあ、この雪の結晶の本を、読みまして、まあ、これだと、ひらめいたわけです。まあ、雪も水ですよね。なので、水だって凍らせたら結晶ができるんじゃないかと。で、それ、水に対していろいろな情報を与えることによって、水が情報を受けて変化したら、それが証明できるんじゃないか。そういうふうに考えまして、で、まあ、会社にですね、大きな、冷蔵庫を、まあ、準備して、で、顕微鏡を準備して、まあ、結晶観察の、まあ、研究所をですね、作ったんですね。まあ、しかし、それは大変でした。というのも、誰一人として、今まで成功したことがないわけだから、で、まあ、こちら写真写ってる右側の方、まあ、もう、これはもう、もう後の方なんですけれども、まあ、当時、石橋さんという方なんですが、うん、まあ、この方は理学博士で熊本大、出てまして、もう本当にあの科学の、ことは、何でも知っているような人だったんですけど、うん、まあ、彼が、まあ、これを任されてやってたんですけども、まあ、彼はやはり、こんなことを聞いたこともないし、できるわけでないだろうというふうにですね、最初は、思ってまして、ただ、うん、まあ、本当に江本勝の熱意に、負けてですね、で、まあ本当、まあその当時いろいろな、アメリカの科学者とかですね、そういうお付き合いもありましたので、いろんなアドバイスを受けて、で、まあなんとかですね、この1枚の写真、これがまあ3ヶ月ですね、かかって、これが撮影されたと。まあすごいなと思うのは、やっぱり3ヶ月もできなかったら普通諦めるんじゃないかなと思うんですけども、なんでか知らないですけどね、あの江本勝はそういう信念があったというか、絶対にできるっていう、そういう思いがあったんでしょう。で、まあ面白いのは、その、一枚の写真が撮れたら、もう、はい、あの、次の日からは、簡単に、たくさんの写真が撮れるようになった。これが最初の記念すべき、はい、一枚ですね。で、まあ、その後、この結晶の写真をまとめた写真集を、自らの伝言という、はい、タイトルで出しまして、で、実はこの時は、自費出版だったんですね。というのも、波動の本はすごい、ね、あの、とても売れたのに、なんで、このね、あの、結晶写真は、出してくれなかったのかっていうこともあるんですけども、はい、まあ、やっぱり未知なるものだったっていうことでしょうね。やっぱり水の結晶なんていうのは初めて聞くものでありますし、またそれがオールカラーでですね、出したいっていう、はい、まあ、あの、出版社にもリスクがある。で、あとまたですね、その時の、まあ、世論というかですね、まあ、やはりあのオウム真理教の事件があってですね、あれからかなりやっぱり見えないものとかですね、そういうスピリチュアルとかですね、もうそういうものをやっぱり否定されるような世の中になっちゃったんですよね、あの時はね。なんでそういうこともあってなかなか出すのができなかったんですけど、まあ結局、まあ、当時私の母なんですけども、まあ、へそくりがありまして、はい、へそくりで、あの、出したっていうですね。これ結構、お母様が。はい。で、なんか、あの、私の父もですね、でも1000万ぐらいあるよって言って、大丈夫っていうふうに言って、まあ、それもそれでショックだったらしいんですけどね、そんなへそくりがあるのかと。まあ、はい。何にしろですね、はい、あの、まあ、この本が、しかも英語と日本語両方でですね、あのバイリンガル版として出たんですね。それがとても良かったんだと思います。それがもう本当に日本だけではなくて、世界中へと広まっていったんですね。はい。ある、まあ、ヨーロッパの方、ドイツの方がですね、この本は本当にすごいっていうふうに思ってくれて、もう結構その人はいろんな活動をしてて、まあ、有名な、著名な方をよく知っている方で、77冊買ってですね、この本をですね、ヨーロッパ中に広めてくれたっていう。はい、そんな方もいらっしゃいまして、もうそのおかげもありまして、まあ本当にその後、たくさんの言語で出まして、まあ、合計部数はもっといってますね。これはもう500万部とか、ね、出てると思うんですけども、まあ、本当にいろんな言語で出たんですね。やっぱりこの水っていうのは、あの共通の、あの、まあ、言語というかですね、もうどこでもこの、本は受け入れられたと。で、まあ、アメリカではですね、その後、あの、まあ、水は答えを知っているという本がサンマークで、あの、出たんですけれども、それの英語版が、あのニューヨークタイムズのベストセラーリストに
入ったっていうです。これはもう本当にとてもすごい快挙ですね、当時。日本人著者としてですね。で、まあ、本当にどんどん広まっていったと。まあ、当時ちょっと一緒、同じ時期にですね、スピリチュアルと、あと、量子力学を結びつける、まあ、ドキュメンタリーフィルムが、上映されてて、実はそこでも江本雅美の結写真がですね、使われてるシーンがあって、それがまた、アメリカ中にどんどんヒットしていったっていうこともあって、その、本当に、まあ、シナジーというか、良い影響でですね、二つとも、どんどん大きくなっていったっていう、そういう背景もあります。で、なんでまあ、水からの伝言がこんなに広まっていったのだろうかと考えたときに、実は水のことってよく分かってないんですね。はい。水っていうのは本当に不思議な、まあ、物質であって、まあ、ここに書いてるように、いろいろ分からないことが、今の科学でもまだ分からないことがたくさんあるんですね。で、水に関するノーベル賞とかも、ほぼないんですね。で、何が、まあ、難しいのかっていう、ある研究者はやっぱり水っていうのは、常に変化するから、その観察が難しいことを言われているんですね。はい。ただ、最近の最新の水の科学では、まあ普通でしたら気体、固体、液体ですね。まあその3体になるだけでも、この水っていうのは本当に特異な物質なんですけども、もう一つ違う層があるっていうふうにですね、言われている。まあ、ポラック博士っていう方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、この第4の水の層になったときは、水はとても安定化すると。これがですね、今、最新の科学では言われてまして、そのとき観察をすればですね、水というものが、どういうものなのか、まあ、わかる。そして、まあ、ポラック博士が言うにはですね、水が、液体から固体になるとき、また固体から液体になるときは、第4の水の層、通っていくっていう、そういうふうに言われてまして、まあですので、この水の結晶を、まあ観察するときは当然凍らせますので、その第4の水の層になった状態で、凍っていって、まあ観察ができるのかなと。まあ、そういうことでですね、今水の科学というのもどんどん進んできて、また水の情報、記憶に関してもですね、まあ研究はどんどん進んでいっているという、状況です。まあ今日はちょっとその辺の話はできないんですけれども、まあ水の、はい、結晶写真、を通じてですね、その辺のことをお伝えいたします。まあこれは結晶撮影ですね、方法。まあ一つのサンプルから50のシャーレにですね、まあ垂らしていくんですね。ですのでまあ50回のチャンスが、まあ実はあるわけですね。結晶観察の。はい。で、まあこれが、冷蔵庫で、まあ業務用の冷蔵庫のような大きなものなんですけど、まあそこに中に、まあ直冷式の冷凍庫がありまして、で、まあこれの、まあ4時間ほどですね、置いて、まあ凍らせて、こんな感じでですね、シャーレ、はい、一つ一つ、ですね、見ていくっていう感じになります。で、まあ、中で作業するんですけれども、これが、顕微鏡で、電子光学顕微鏡ですね。うん、はい。で、まあ、このようにカメラで、スイッチをして、観察、撮影をしていきます。こんな感じで。ですので、まあ、本当中は寒い、ですけれども、はい。もう本当寒いですよ。すごい。だから結構大変なんですよ、実は結晶観察。はい。もう特に夏になるとですね。はいはい。もう温度差が激しいっていうね、やっぱりあるので、うん。なかなかね、結構体力も必要なんですけれども。なるほど。はい。で、そんな中、観察をしてます。で、まあ最初に自然水のですね、結写真を、はい、紹介していきます。これは、三部一湧水、山梨県、まあ富士山の近くですね。まあ、時のね、武将の武田信玄が、まあ、この水源をですね、三方向に、村人たちにですね、ちゃんと行き渡るようにですね、そういう仕掛けをしてですね、実際にこの左のところがその場所なんですけども、まあ、三角のですね、石が置いてあるんですよね。で、それちゃんとですね、まあ、三方向に水路が出て、できてまして、それが、はい、ちゃんと行き渡るっていう。
本当にそういう思いでですね、まあ、水が流れているというかですね、反映されているのかなと思うぐらい本当に美しい結晶ですね、これは観察されました。であと、まあ、結構神社のご神水とかをですね、はい、撮影する観察する、はい、ケースが多くて、やっぱりその土地のですね、波動とかですね、はい、そういったものを反映してるのかなっていうですね。ここはもう玉城神社で世界遺産にもなって、はい、まあ、山の中腹にあるところですけど、まあ、本当に木がですね、樹齢千年とかですね、そういった木がたくさんありまして、はい、はい、ね、なんでこの、まあ、木のね、年輪を表しているかのようなですね、形ですね。全然違いますね。はい、ね、これは最近撮影したんですけど、はい、阿蘇、神社の水です。ここの結晶もすごい綺麗なのいっぱい取れましたね。もう本当はやっぱり水源がね、すごいですね、熊本はね。阿蘇は。あそこはね、なんか熊本市はほぼ 100% 地下水で、まあ、水道水がね、賄われてるっていうのは、本当に、はい、水源がすごいところで。で、もういろんなところの、はい、お水汲んでですね、観察もさせていただきました。で、一方でこれは、世界のフランスのルルド、癒しの奇跡の、水と言われてますね。で、ここに行くと、まあ、病気がこの水で治るっていうふうに言われてて、まあ、まるで本当に、天使の輪のようにですね。はい、でこれがマウントシャスタの結晶写真。これはパンサーメストですかね、のあそこに流れている泉を採水して、はい、現地の人に送ってもらってそれで撮影したっていう、はい、結晶です。何に綺麗なんだ、すごい、はい、でその時に、ウイネメンの方々とお会いして、はい、このように、まあ、一緒にですね、まあ、交流をさせていただきました。はい、いやすごい、はい、まだこちらの方があれなんですね、現役で州長さんでいらっしゃいます。そうです、はい、現役でバリバリ頑張っていらっしゃいます。はい、これはマチューピーチューの、うわーですね。ここもですね、面白い結晶になってまして、まあ、これ2つ違うコマなんですけど、うん、両方とも後ろになんか、うん、なんていうか、丸いですね、形が、うん。なんかこれが本当に聖域みたいな感じで、うん、なんか出てるというか、はい。まあそういうのも波動としてちょっと出てるような感じがします。はい。残念ながら、こんな感じになっちゃうんですか。一度も結晶が撮影できません。はい、まあ、昔に比べて、まあね、良くなったと思うんですけど、それでもね、やっぱり、うん、まだまだですね。はい、なんで本当隅田川がね、綺麗になったら、いいなと思ってます。はい。で、まあ、江本勝はですね、その水の結晶を、水に結晶があるということを、まあ、それを伝えたいわけじゃなくて、もちろんその水が、情報を記憶するということをですね、証明したいということで、これを、まあ、始めたんですよね。で、一番やっぱりそれに最適な実験方法、まあ、音だろうと、音を聞かせたら、やっぱりこれが水が情報を記憶して、まあ、形を変えるんじゃないか、まあ、そういう仮説を作りまして、で、まあ、このように本当に水に音楽を聴かせるためだけにですね、ステレオを買いまして、で、これ使ってるのがですね、蒸留水。で、蒸留水は、まあ、本当に純粋な H2O で、他の何も入ってませんので、うん、まあ、比較的シンプルな結晶が出やすいですね。まあ、その代わり、まあ、情報を受けやすいということもあるんですけれども、で、まあ、これはいろいろ見ていきますけど、例えば白鳥の湖とかクラシックを聴かせたら、まあ、このようにですね、バレリーナのようなですね、形になったと。はい。で、これはですね、まあ、歓喜の歌っていう題句ですね。まあ、聞かせたら、まあ、天使のような形が現れたと。いやすごい。これは、We Are the World というのは、マイケル・ジャクソンが、まあ、いろんなシンガーと一緒に
まあ、アフリカの飢餓に苦しむ子どもたちを助けるために作った歌ですけれども、なんとハートマークがですね。本当ですね。ハートだ、すごい。はい。これはですね、528L38 っていう、まあ、あの宇宙の愛とかですね、DNA 修復とか言われますけれども、まあ、結構やっぱり水はこの周波数が好きなのかなっていう、本当にたくさんの美しい結晶が出ました。ということで、まあ、本当にあの音楽をですね、あの聞かせると、まあ、このようにシンプルなあの形からですね、もう飾りをつけてというかですね、まさしくそれは情報を記憶しているこのような形に変わったと、まあ、私たちはそういうふうに思っています。はい。それだけではなくてですね、言葉を、水に見せたらどうなのかな。まあ、これもですね、まあ、波動測定から来てるんですね。波動測定っていうのは、その場にいない人はですね、写真からも測定ができて、はい、で、写真がない場合は言葉からも測定できるんです、ね。そうなんですね。言葉に情報が、はい、入ってるんですね。で、まあ、これ結構有名な実験かもしれないんですけども、ありがとう、バカ野郎と、両方の文字を見せたときに、どのように結晶が変わるか。まあ、ありがとうはこのようにですね、本当に左右対称なんですね、六角形の結晶ができました。で、バカ野郎を、ね、潰されている。はい、すごい結晶になりました。英語のありがとうで、まあ、大きな六角形の結晶。英語のバカ野郎。ピシャッと、はい、形がいびつになりました。ドイツ語のありがとう。ドイツ語のバカ野郎。うわ。フランス語のありがとう。フランス語のバカ野郎。わ。でも結構特徴が出てるかもしれないです。イタリア語のありがとうはもう大きくてですね。あ、はい、からはみ出るぐらいの。イタリア人は大きいです。ジェスチャー。はい。韓国語のありがとうも大きいです。でもこの形もね、なんか、すごい韓国を表しているかのようなですね。はいはい。これが中国語のありがとう。ポルトガル語のありがとう。カレー語のありがとう。スペイン語のありがとう。こんなに違うんだ、同じニュアンスでも。はい、うわ、世界平和っていう言葉を見せました。はい。そしたらですね、なんと色が出てきました。本当だ。レインボー、すごい綺麗な不思議な色が。そうなんです。まあ本当にいろんな色がね、当然地球にはありまして、まあそれを本当に、包み込む。それが世界平和だなと。まあ、これもちょっと面白いんですけど、戦争と平和。うわ、そしたら平和は綺麗なね、結晶の感覚ですけど、はい、戦争はその中になんか突っ込んでいくようなですね。いやで、これ面白いのがですね、これ撮影したのかなり前なんですよね。2001年の、うん、まあ、9/11の前の時ですね。だから、はい、まるでなんかその、あれ突っ込んでいくようなね、そういうような、あの、形になってますけれども、まあ、水が汚れた、すごい。はい、そんな写真となりました。で、まあ、一番美しい、結晶がですね、まあ、愛、感謝の結晶。これが、まあ、愛だけじゃなくて、感謝だけじゃなくて、この2つを見せたときに、このように、本当に宝石のようにですね、まあ、きらびやかな、結晶となって、まあ、それ以来本当に江本勝は、やはりこの愛感謝というものが一番根底にあるエネルギーなんだと。なぜかというと、水は万物の根源であって、その水が一番素晴らしい、反応をしてくれた。それが愛と感謝のエネルギー。なので、まあ、愛と感謝のエネルギーが一番ベースにあって、この世を生きていると。いうふうに言われて、まあ、それのバランスが悪くなったときに、まあ、病気になるとかですね、うん、まあ、紛争が起きるとかですね。なので、本当にこの愛と感謝というのは、まあ、愛は与えるエネルギー、まあ、感謝は、まあ、受けるエネルギーというのも伝えてましたけれども、この、まあ、ポジティブなこの陰と陽というかですね、このエネルギーがとても、最適だというふうに言っております。で、まあ、言霊、うん、言霊をですね、はい、はい、証明する
実験がありまして、まあ、これは水の結晶を見た人からですね、こんなことしましたって言って、まあ、ご飯に対して、バカ野郎、ご飯に対してありがとうっていうですね、声をかける実験したんですね。そして、まあ、子供がやったのかな。3ヶ月後にこのようにですね、バカ野郎、まあ、腐敗してしまいました。で、臭い、ね、匂いが出てます。でも、ありがとうは、まあ、本当発酵しちゃったんですね。発酵して、まあ、まさしく蘇生とね、こっちはもう、ダメ。面白い。はい。同じお米なんですけれども、これだけ、まあ、変化が出ると。はい、まあ、これは本当ご飯だけじゃなくても、はい、まあ、他の、例えば植物とかですね。はい。まあ、他にもいろんな、水さえ含んでればいいんですけれども、ことでですね、実験された方がいて、まあ、結構 YouTube とかにもですね、上がってたり、します。まあ、これは結構ご家庭でですね、まあ、気軽にできるです、ね。はい。はい。それだけやはり私たちの言葉っていうのは、力があるっていうことですね。物質すらも変えてしまう力があるんですね。はい。で、まあ、もちろん、祈りですね。この祈りの実験というのがとても興味深くて、まあ、もちろんですね、この祈りによって、まあ、祈り、まあ、科学的に何か変わるとかですね、まあ、本来の目的っていうのは本当純粋に祈ることがやはり大事なんですけれども、ただ、これがですね、祈りっていうのはやっぱりちょっと、普通の方だと、ちょっと宗教的に捉えられますよね。なので、祈りによってその科学的な変化が出たら、そういうふうに捉えてる人ももっと受け入れられると思うんですよね。なんでこういう実験もすごい大事だと思うんですね。はい。で、いろいろと、はい。まあ、これは結晶写真、だけではなくてですね、ちょっと後でまた紹介するんですけども、はい、それ以外の実験もしてるんですが、これはまあ、1997年かなり前ですけれども、水からの伝言、水からの出る前ですね。まあ、当時、インストラクターっていうですね、まあ、お弟子さんみたいな、まあ、生徒さんですね、日本中にいまして、で、まあ、その方々にですね、東京の、まあ、水道水を、すごいな。机の上に置いてですね、まあ、これが、当時の水道水の、結晶写真、まあ、ほとんど結晶はもう、撮影できなかったんですね、その時の水道水の、クオリティですよね。で、それに対してみんなが同じ時間に祈りを捧げてください。うんうん、愛の祈りを送ってください。と伝えて、はい、で、それでその後凍らせて、結晶取ったら、まあ、完成したら、ね。こんな変わるんですか。すごすぎる。六角形の美しい結晶が、観察、撮影されたと。はい。で、まあ、だからその、瞬時に、はい、その祈りも、届くと。まあ、波動的にですね。そういうことがこれで分かりました。で、まあ、これはその後にやった、藤原ダムというダム湖での実験で、うん、で、まあ、これはですね、お坊さん、真言密教のお坊さんをお呼びして、まあ、この方は水に祈るのが、まあ、専門らしいんですけれども、まあ、実際にですね、本当にこの水面がですね、さざ波が消えていったんですね。その祈っている、はい、はい、時にですね。まあ、で、最終的にすごい、下の方はですね、もうすごい綺麗になって、波もなくなってしまった。まあ、そういうところからも祈りの力というものが見えるんですけども。で、まあ、基本的にここはダム湖なんで、まあ、流れてない。だからエネルギーもそんなにない。波動も良くない。で、もう、水も濁ってたらしいんですね、採水した。その当時観察した、方がいるんですけども、方からお話を聞いたんですけど、はいはい、まあ、絶対こんな、ダム湖からですね、結晶写真が撮れるわけないというふうに思いながらですね、アップしたんですね。まあ、ですので、こういう、まあ、ちょっと、まあ、あんまり綺麗ではないですね。こういうものばっかり観察をしてた中で、そしたら、1枚、2枚だけすごい綺麗なのが、出たらしいんですね。で、それがこの写真で。わー、すごい。これは本当に、すごい綺麗。まあ、物理的にはなかなかありえないようなですね。はい。
はい、もうしかも後ろがなんかスパイラルみたいになってますし、すごいですね、本当。まあ、本当にこの1枚が柄本勝の人生を変えて、まあ、それで別に祈りをね、するようになったんですけれども、で、後日談があってですね、この後、このダム湖から、はい、水死体が女性の上がってきたっていうですね。でその後犯人も、逮捕されたっていうんですね。まあ、祈りによってその浄化されてというか上がってきて。上がってきた。はい、そういうことで。ああ、お蔵入りだったかもしれない。そうですね。はい。そうなんです。という一枚です。はい。で、他にもいろいろとやっておりまして、これはありがとう琵琶湖っていう、その後、これは、まあ、当時の、まあ、会員さんとかを中心に声をかけてですね、まあ、琵琶湖がどん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 汚れていると、まあ、日本のマザーレイクなのに、で、汚れているだけじゃなくて、すごい悪臭騒ぎもあって、毎年ですね、すごい苦情が来ている。そこまでですね、まあ、水がどんどん汚染されていると、まあ、そういう状況で、まあ、なんとかやはり、私たちの、まあ、思いというか祈りを水に捧げたいということで、集まって、まあ、ありがとう琵琶湖というですね、イベントを、まあ、これは早朝の4時ぐらいですね、集まってやりました。で、塩谷信夫先生っていう、前本勝の、まあ、師匠というか、まあ、言霊の先生でですね、ドクターでもあったんですけども、まあ、当時もう100歳ぐらいだったんですね。はい、もう元気な元気で、はい、で、まあ塩谷先生が大団言というですね、世界平和の、まあ、世界平和というか調和のですね、まあ言霊があるんですけれども、これを唱えて、みんなでですね、一緒に唱えて、祈りを捧げたっていう、そういうセレモニーを行ったんですけれども、で、まあ写真もですね、祈祷前と、祈りの後で、まあ、変化が出たという結果になったんですが、まあ、それ以上にですね、たのがその後、悪臭の苦情がなくなってしまったと。へ、今までずっと、まあ、外来も藻がですね、すごいどん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 大きくなって増殖してしまいまして、でそこからですね、悪臭が出てたっていうことなんですけども、なぜか、この夏、終わった後ですね、その祈りのセレモニーが終わった後、今年は、全く異常反応しなかったと。悪臭の苦情が出た。すごいな。でも、原因不明、わからないというですね。いやー、原因不明。で、まあ、これを、新聞をですね、その地元の方から送られてきて、前本勝はそれで、まあ、よっしゃっていうふうになったんですけど、ただなんでなのかっていうふうに、わかんなかったんですけど、まあ、その後ですね、いろいろ、新しい技術として、超音波で、水中の、ダイオキシンとかを分解すると、そういうような技術もあって、ああ、そうしたらこういうことなんじゃないかなと、私たちのこの純粋な祈りがですね、はい、この、宇宙の超音波帯と、共鳴して戻ってきて、それが、まあ、湖面に、降りてきて、それが浄化されて、藻が、分解されて、悪臭がなくなったっていう、まあこれは仮説なんですけれども、そういうことが起きたんじゃないかな。まあ、本当にこういうことは起きうりますから、波動現象、はい、共鳴現象としてですね。なので、まあ、でも本当に水に祈りを捧げることによって、こういうことが起きるんですね。はい。で、これはですね、まあ、ちょっと後で、ロシア、バイカル湖で行った祈りですね。はい、実は、柄本勝の、はい、まあ、研究は、このウォーターっていう、まあ、ロシアで作られたドキュメンタリー映画、で紹介されてまして、で、これがですね、ロシアの国の、はい、まあ、その年のですね、なんか賞を、ドキュメンタリーフィルム、オブザイヤーみたいな、その賞をですね、取りまして、なんかロシアでは300万以上の人が見たっていうふうに言われて、なんと、
ラブロフ外務大臣、今でもテレビに出てますけれども、この方も、ファンの一人というですね、はい、そういうそうなんですか、ことがありまして、一度あのクレムリンにもですね、招待されたっていうですね。はい、まあ、ロシアって結構、波動医学がもうすごい進んでいるというか、そうなんですか、ね、波動の、はい、測定器とか、やっぱり大体ロシアからですね、来るケースが多いんですけど、やっぱり意識の研究とかもすごい進んでるんですね。でなんで、まあ、これは本当に水だけの、水を取り上げたドキュメンタリーフィルムで、まあ、いろんな研究者が出てて、いろんなまた宗教者が出て、まあ、水に対してそれぞれの研究を発表しているっていうんですけども、まあ、水の結晶のことがすごいよく取り上げられてまして、で、まあ、そんな関係でですね、ロシアにも何度か行くようになりまして、で、これはですね、バイカル湖でやったんですね、セレモニーを。はい、淡水湖としては世界最大の面積を、誇る、湖なんですけども、まあ、ここにあります。はい。この場所ですね。で、現地のネイティブの人たちも参加してくださって、はい、まあ、シャーマンロックって言われてるところです。すごいですね。ここですね、すごい場所。ありまして。で、イリーナ・パンタエバさんって、この方なんか結構有名なスーパーモデルの人らしいんですけど、はい、この方が、はい、現地出身で、ニューヨークに住んでらしいんですけど、まあ、いろいろとですね、現地の、シャーマンのセレモニーの許可をもらったりとかですね、来てくださって、動いてくださいまして、はい。で、まあ、当日こんな感じでセレモニーを。で、この左の、まあ、緑の、シャツを着ている方は、この方は科学者の方で、そのエネルギーの場を測定しているっていうですね、そういうことをしてたんですけども、これと比べてまして、で、まあ、こんな感じで、はい、セレモニーを行いまして、みんなで祈りを捧げました。そしたら、まあ、この時はですね、すごい大きいんです。わー、すごい。ブルーレインボーが、見たこともない、カメラにも収められないくらいの大きさ。すごいですね。めっちゃ綺麗ですね、はい、しかも。でね、でまあ、天からの祝福という、はい、ロシア語ではですね、虹のことをそういうふうに言ってるらしいんですけど、まさに天からの祝福があった、というセレモニーです。で、その後もですね、いろいろとやって、2010年には、うん、琵琶湖でまた、行われまして、この時は、うん、ノルウェーの王女様が来てくださったんですね。おー、そうなんですね。すごい。すごい初めて日本に来るっていうですね。本当に政府とかで迎えなきゃいけないレベルなんですけども、うん、全く協力してくれなくてですね。私たちあ、そうなんですか。普通に来はったんですか、じゃあ。県庁とかも行ったんですけどね、なんかやっぱり、うん、難しかったんですけど、まあ、水に祈りを捧げるセレモニーをここでも行いました。この方たちは科学者、リン・マクタガードさんは、イギリスで有名なジャーナリスト。の方なんです。この人も意識的にやってる方なんですけれども、まあ、この方々も来てくださって、で、まあ、エネルギーを測定してくれたんですね。この GDB という、まあ、コルトコフ博士が開発した測定器なんですけれども、まあ、光の、光電効果を応用したということで、まあ、いろいろオーラとかですね、そういったのもよく見えたと思うんですけど、まあ、実際に、そういった技術で測定したところ、まあ、優位差が見られて、で、あと、pH がですね、アルカリ性に、傾いたっていうですね、そういう、結果にもなりました。ですので、祈りによって、まあ、そのように変わってしまったっていうですね、それが科学的にも、まあ、検証ができたっていうことでした。で、まあ、そんな感じで、本当に、江本勝は、もういろんなところでですね、水に祈りを、捧げるセレモニーを現地の人たちと行ってたんですね。で、やっぱりネイティブの方々が、はい、共感してくれて、参加してくれて、踊ってくれて、歌ってくれて、楽器を演奏してくれてって、本当に素敵なね、セレモニーを、はい、現地の人たちと一緒に行いました。いやで、まあ、残念ながら2014年の、10月にですね、江本勝が亡くなってしまったんですけども、うん、はい。で、まあ、この祈りのですね、セレモニーというのは、
なかなか、まあ、それ以外のことは私も頑張って、引き継いでたんですけど、なかなか祈りのセレモニーっていうのがですね、今まで、まあ、もちろん、他の方が主催しているような、はい、まあ、波動インストラクターっていう方々が世界中にいて、まあ、今でも月に1回とかやってて、まあ、自分も実は今日、参加したんですけど、そういうことやってるんですけども、まあ、自分でその自発的にですね、やっていく、もっとこの祈りの重要性をですね、伝えていくっていうことをしてなかったなと。まあ、そういう活動が、できてなかったんですけど、まあ、去年ですね、この世界水祭りというものを、まあ、発案しまして、で、まあ、そこでですね、まあ、みんなで祈るっていう、セレモニー、行いまして、で、それを、まあ、今年もやりますし、来年もやりますし、ずっと続けていきたいと。はい。で、まあ、祭りっていうね、そのアイディアは、はい、まあ、ある人からですね、祭りがいいんじゃないか、言われてる、祭りがいいなと。で、水祭りだと、水っていうのは本当にどこの宗教でも、すごい、やっぱり、大切なものなんですよね。はい、水っていうのは本当一つにしてくれるんですよね。なので、これは本当世界の祭りにしたいなっていう、そういうふうに思ってまして、もう本当、最終的には、世界人類が心を一つに祈りを捧げる、うん。もうこれができたらもうすぐに世界平和になると思うんで。はい、はい。はい。そういうことをちょっと目指して、これをどんどん大きくしていきたいと思ってます。で、まあ、第1回は浜松、浜名湖で行いまして、で、まあ、この時は、やっぱりコロナで、その、参加者とかあまり通れなかったので、まあ、本当に協力者だけですね、来ていただいて、まあメインはオンラインで配信で、はい、させていただいて、で、まあこのようにですね、太鼓とかですね、あと、まあ舞ですね、はい、歌もありましたし、剣舞もあったし、あと、まあブルース・リプトン博士というですね、結構世界的にも有名な、はい、まあ博士なんですけれども、まあこの方、江本勝とすごい、まあ懇意にして、まあ、兄弟のような関係だったんですけども、まあ、協力してくださってですね、この祈りについてっていう、まあ、講演をビデオで行いまして、で、まあ、本当に、素晴らしい、イベントになって、まあ、5000人ぐらいですね、見てくださったんですけれども、でそこでですね、まあ、これプロジェクションマッピングなんで、なんか、すごい、もう変幻自在にですね、いろんなものが、竜が現れたりとか、まあ、今でも見れますので、世界水の YouTube チャンネルでもしよろしければですね、はい、はい、見ていただければと思うんですけど、本当美しい、もう素敵な、この映像でしたね。でそこで、セレモニーで、まあ、水に対して祈るということをやりまして、はい、まあ、この水に対して、会場の人だけではなくて、ライブ参加をしている人にも祈りを、捧げてもらいました。で、この時の検証がですね、まあ、とてもすごいなと思って、で、まあ、これ、水の結晶写真として、やはり、このように、はい、ビフォーとアフターでですね、変わっていったっていうことなんですけれども、この時は、いろんな、この項目ですね、の検査をしまして、まあ、電気伝導率とか抵抗値とかですね、もういろいろペーハーとかカルシウムとかですね、あと汚染度とかですね、そういったところを祈りの前と後で変わるかどうかっていうのを調べたんですけれども、そしたらですね、一つ、COD っていう値がありまして、はい、この右から2番目ですね、これがですね、もともとは15、なんですけど、これが、まあ、祈りをした後、本当にわずか3時間後とかぐらいなんですけども、測定をしたらですね、劇的に下がっていたっていう。まあ、その専門家の方が言うにはですね、15の値だと、魚が住めないんですけれども、7になったら魚が住めるくらいに、汚染度が、あれ、
ってる数値なんですね。で、本当信じられないと、あの専門家の方が、し、何かその物理的な作用っていうか、何かしたらですね、こういうふうに変えられるけど、祈りで変わるっていうのは、ちょっとありえないっていう。すごい。まあ、ありえないというか、まあ、今まで実験したことはないのかもしれない。ただ、まあ、すごいじゃないですか。この魚が住める世界に変わったんですけど、そうですよね。すごい変化。世界が変わったんです。はい。で、あと、まあ、電気伝導率とかもですね、理想値に変わったりとかしまして、はい、まあ、本当に、あの、この祈りによって、この2時間後、3時間後に同じ水から、まあ、あの、もうこのように変化が出たっていうですね。まあ、これがとても意義深かったなっていう。はい。まあ本当にその自分たちの祈り、まあ純粋な祈りですね。によって物質が変わるっていうことですね。本当にエネルギーだけではなくて科学的にも変化が出たっていう。まあそういう、はい、結果が出ました。はい。で、それを受けてですね、今年は2023年、はい。世界水祭り阿蘇で行います。はい。で、これが11月11日で、はい。はい。で、まあ、これ、世界平和のね、日っていうふうにも言われているのは、後になって知ったんですけれども、まあ、とても、素晴らしい場所で、たくさんの人に集まっていただいて、で、やはり、まずは人生のその、生きる喜びというかね、そういったものをみんなと共有して、それで、心一つに祈りを捧げる。そういうことを行いたいと思います。はい、で、まあ、演目としてもですね、いろんな方に来ていただいて、うん、はい。まあ、シンギングリーンとかですね、はい、ピンクホラガイ、まあ、ホラガイ演奏とか、うん、もう場をやっぱり、その、整えるっていうね、まず、浄化をして、で、そして、みんなで心一つに祈るっていう。で、まあ、この、阿蘇のね、場所もやっぱりすごいんですよね。うん、阿蘇は、もちろんこのカルデラがもう本当に120キロ外周で、うん、で、まあ5つのですね、五岳なんで山があるんですけど、カルデラっていうのはくぼみなんですよね。はい。はい。噴火した後にできるくぼみ。それが120キロ外周があって、で山があって、手の考えるとですね、形を想像してみると、はい、パラボラアンテナみたいなんですよ。あ、本当だ。はい。で、パラボラアンテナっていうのは情報の受信装置なんですね。はいはいはい。はい。で、その地形を利用した、まあ、この祈りを世界中に発信をしていくっていう、はい、もうきっと大変なことが起きる。はい、いやー、なんかすごい変わりそうですね。変わると思います、ね。それだけじゃなくて、本当にね、いろんな波動装置というかですね、うん、そういったのを準備して、その場をね、整えたりも、しますので、はい、はい。まあ、確実にその場所がパワースポットにはなってると思いますけども。すごいですね。はい、本当にすごいエネルギー。で、なおかつ、うん、ね、こちらでも、宮崎の方で。あ、そうなんです。ね、同じ日に。11日、同じ日に。同じ日なんですよね。はい。お祈りをね、されて、もうだから相乗効果で。本当、そうですよね。すごい流れだし。うん、変わるんじゃないですか、うん、その日から。はい。はい、世界が。本当に。そんな風に思ってます。いやはい。なので、まあね、ちょっとバッティングしてるんですけど。いえいえいえ、はい、まあ、思い、同じですよね。同じことをやります。はい、祈りです。はい、なので、まあ、本当に命の源である水に感謝をする。で、そして、やっぱ包み込む意識ですね。もう、悪とかね、善とか、はい、そういうものを、もう、やっぱり、二元論、もう、そういうものじゃなくて、もう、本当に全てを包み込む。はい、思いで祈る。ということですね。で、祭りっていうのは人間同士の調和と、うん、人間と、まあ、神との調和ですね、はい、そういったものを強固にするものなので、でやっぱりコロナとかがあってね、その辺の調和っていうのがね、弱くなってたので、もうそれを取り戻すと、そして人生の喜びをみんなで共有する、はい、世界人類の祭り、うん、はい、にしていきたいと思ってます。いや
いやー、はい、ありがとうございます。はい。ありがとうございました。いやー、これは。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。いや、でも、まさに、祈りというか、ま、祭りっていうのを、私は、今のその、アスカのプロジェクトの前は、小さい祭りっていう、お祭りを全国でやるっていうのをやってたんですけど、その、アースファミリーっていう世界、はい、そうですね、平和、はい、平和な、うん、アースファミリー、人類全員が、家族になってっていうのをテーマに、その小さい祭りっていうのを、うん、各地でやってて、で、なんか私の中でそのアースファミリーの、場がお祭りで表現するっていうのが一番だっていうのがあったんですよ。なんかこう、祭りって宗教の儀式じゃないじゃないですか。そしてなんか日本だと政治のことも祭りって言っていたし、そして神様にお祭りすることも祭りだし、あと人がこうおみこしをしたりして、すごい人のエネルギーをこう、上げて、その神様と一体になるお祭りも祭りだし、なんかその、なんか人と神様と、そして現実創造も全部含めて祭りだっていう発想が、なんかこう、宗教も、なんか人種も全部超えて、みんなで、お祈りすることができる。それってもう日本のお祭りしか、なんか日本独特のなんていうんですか、八百万の神が一緒くたになって、みんなでお祭りできるっていう、なんかその祭りっていうのを世界中でやったら、宗教が違うかってもみんなでお祭りができるので、なんかそれを広げていけたらなっていうのがあって、こうやっていたので、なんか、まあ、アスカのプロジェクトは、2年前に立ち上がってから、まず祈りから入っていったんですけど、やっとこの、11月の宮崎で、もう一回久しぶりに祭りができるっていう感じだったんですよ。だから、すごいその阿蘇のお祭りも、すごい、共感できます、本当に。うん、本当にシンクロがすごい。ね、本当にすごかった。いや、もう本当にすごいですよね、その宮崎からも、はい、阿蘇からもっていう、はい、そうです ね、 ね、なんか実九州が発信をするっていう、すごいですよね、はい、なんかエジプトとかでもなんか、まあ、てかその日はね、第一次世界大戦が、はい、終わった日ということで、一応世界平和の日っていう風になってるんですよね、はい、なのでやっぱりそういう、そうなんですよ。あ、それ知らなかったです。その後に、はい。その後にですね、私も知ったんですけど、てかその後というか、11月11日に決めた後にですね。はい。そういうのもシンクロだなと思って、だから、もうそういう、世界中でやっぱその、平和に思いを馳せる日なんですよね。はい、だからその、やっぱり集合意識っていうのは、とても、はい、世界を変える力があるので、もう理想的な日に、はい、お互いですね、できる。そして、ね、場所ともすごいね、はい、パラボラアンテナですから。はい、パラボラアンテナ、はい。すごい。なるほど。いや、もうそうなんですよ。つながってたんですね。本当に水に祈るっていうキーワードで、うん、はい、宗教を超えれるんだっていうことを、うん、なんか今日のお話を伺っていて、改めて感じたことと、本当に感じた。こういう目に見える実験っていう形をとって、うん、その江本勝さんっていう方はもともとその科学者だったわけではないけれども、うんうん、その世界、波動の世界とか目に見えない世界を、うん、人々に伝えていくっていうことに意味があることを、うん、ものすごく早くから受け取って、なんか本当にその愛でこういったこう形をとっていかれてたんだなっていうことを知った時に、なんか自らのメッセージとか伝言っていう、なんかこう彼らが出してきた一つのこう結晶っていうのが、なんかそういう江本さんの愛に対する自らのなんか一つの答えというか、なんかリアクションとしてなんかこうそれが現れてくれているような感じすらなんかしたというか、なるほど、そうですね、それはあるかもしれませんね、ある感じがしましたね、うん、すごく。まあ、彼は水の伝道師っていう風に言って活動してましたから、うん、あ、本当に水が、まあ、水と会話して水が伝えたいことを伝えてっていうことだったんでしょうね。それが本当に世界どこ行ってもとても受け入れられたっていう、うん、はい、
ね、なんかゆうかさんもそのお祭りとかお祈りをするときは、うん、水のそばで水があるところでなんか祈ってくださいっていう発信とかを結構前からなんかされてると思うんですけど、ね、うん、なんかこういうふうにこうビジュアルでこんなに違うんだってことが分かるとなんか本当に水っていうのが入れ物でそこでこう記憶されていくことがまたこう水で大体つながっていて、うんうんうん、川から海、海から世界へっていうふうにでその、ね、気迫を発して、ね、うん、そうなんですよ、天からまた帰ってくるみたいな、うん、そこにでもいろんな経路でつながっている、うん、なんかそういう、うん、つながっていますからね。だから水は本当情報を伝達してくれるんで、うん、もう大気中にも水はありますし、もうだから水がその思いを、はい、あの広めてくれるんですよ、うん、はい、そういうあの思いでやってますね、はい、いやーすごい。なんか今度そのね8月8日に水を交換して水でつながってお祈りをするっていうのはなんかそれは私たちが宇宙から受け取ってやろうってなったんですけど、はい、ただなんかその意味とかなんかなんていうんですか、理屈じゃないとこで、それって大事だよね、みたいなのはあったんですけど、でも、なんでなんだろう、みたいなのを説明することが、できなかったんで、もう、江本さんの話を今回聞いて、そういうことか、みたいな。だから水で繋がるんだ、っていうのが、もうすごい、わかりましたね。うん、本当に。ねえ。なんかすごく、一つ一つの、水の結晶の形が全然違うのが、うん、すごいキャラみたいに見えてきて、可愛いのもいれば美しいのもいれば、そういうなんか一つ一つの個性にすごい見えてきて、うん、個性、そうですね。ね、うん、なんか無味だし、なんかもう色もなければ、もう無色透明で、うん、なんか全くその違いっていうのが人間の目には普通にしてたら見えないからこそ、うん、なんか水を交換するって言っても入れ替わっても分からへんぐらいの分からなさなんですけど、そこにそういうなんかこう込められてるエネルギーってこんなにもなんか豊かで違うんだっていう、カラフルというか面白いんだなっていうのが今回すごい体感というか、うん、はっきりと分かった感じがしますね。ありがとうございます。いやすごい。あと、うん、ちなみにですね、あの、水祭りは無料ですので。はい、あ、はい、無料です。無料でご参加できます。誰でも参加できる。誰でも、まあ、交通費はかかりますけど、はい。あの、配信も無料。祭りなんで、お金は取らないという方針です。あ、もう。その代わり、はい、協賛者の方、はい、ご寄付をしていただける方を募集しておりますので、はい、もしよろしければですね、はい、ホームページに、はい、あの行って、いろいろ見ていただければと思います。はい、いやもう、このあたりも全く一緒ですね。今日祭りが無料だということで、そうなんですよね。回転を集めて頑張ろう。人いっぱい来てほしいですから。うん、そうですね、本当に。いやもう本当に、あの、Facebook で同じような活動をされている方々がいて、すごい頑張っていらっしゃるというのを、うん、あの、拝見して、とても嬉しくて、はい、繋がれて、しかもこんなに早くですね、あの、こういう感じでご紹介もしていただきまして、すごいありがたく思っております。ありがとうございます。いやー、すごいスピーディーな展開だったのも、ね、これまでね、やってこられてきたことというのが、本当にこう、うん、重なり合ってきたからこそだなっていうのをすごい感じますよね。うんうんうん、本当は江本勝は宗教者でも何でもなく普通のおじさんだったんですね。で、彼はいつも僕は普通のおじさんだからって言ってたんですけど、口癖で。で、本当に祈るっていうこともね、全然、昔はしてませんでしたけど、やっぱりこの水の結晶で水がこういうふうに、反応してくれるっていうことを、まあ、体験してですね、水に対して祈るっていうのは大事だっていう。で、まあ、本当、どこの国行ってもそういう祈りのセレモニーっていうのをやってましたね。うん、すごい。いやーすごい。なんかそういう本当にね、あの土地の方々と、されてこられてた、ね。そうなんですよね。もうネイティブの方っていうのも当たり前のようにね、やっぱり水に祈って自然に祈ってっていうことをやられてますけれども、はい、本当にやっぱりそういう方からね、学ばないといけないなと思いますよね。はい、やっぱり、ね、人間と自然と共生していくためにやってた、その知恵というか、うん、そういうシステムが、やっぱりそういうセレモニーだったと思いますし、
ね、今もう本当人間は真逆のことしてますよね。感謝するどころか、もう本当に自然を壊して破壊して、ね、水を汚染してっていうことやってるますから、本当このままのメンタルで、この状況でいったらどうなるのかっていう、やっぱり原点に戻んなきゃいけないなと。はい。今日の話を伺って、すごく面白いなと思ったのが、水についてすごくいろんなことを教えていただいたんですけど、それでもってしても、やっぱり分かってないことが圧倒的にいっぱいあるっていうことをおっしゃってたのがすごく印象的で、なんか本当にそうなんだろうな、水に関して分かりきるっていうことがないところが、水の中一つの特徴なんだなと思ったときに、そういうその科学的な測定だとか、本当にそのサイエンスでもって分かることっていうのは、本当にすごくこう、表面的というか、全体の中で言うとすごく一部の話で、うん、まさに H がこう保存していることというか、その先住民の人たちが水に対して持ってる感覚とか、うん、そのこれまで祈りをしてきた方々がこう水っていうものに対して持ってるその意識みたいな、なんかそういうこの測りきれないところとか、なんかそこがものすごくこう大きなものとしてあって、うんで、なんかそういうことにこう私たちが開いていくほどに、なんか水っていうものがこうなんか頭で理解するっていうことではなくて、どんどんなんかこう私たちの中でこう存在が大きくなるというか、うん、そういうこうものなんだなっていうことも改めて感じさせていただきました。ありがとうございます。前本勝も水をね、本当にもっともっと勉強しよう、知ろうと。もう水のことが分かったときに全てが分かるからっていうふうにね、いつも言ってましたね。それは本当に私たちがどこから来て、どこに行くのかとか、そういうことも含めて、ね、全て分かるっていう。だからまだまだ水のことを勉強しようと。はい。素晴らしい。本当に。すごいなんかあっという間の時間だった感じがしているんですけど、あっという間に1時間を超えてしまいました。いや、あっという間でしたね。ありがとうございます。ゆうかさん、アスカーワールド、アスカプロジェクトの方でも11月11日はアースファミリーの祭りを宮崎にやっていくんですよね、はいはい。そうなんです。本当に。もうみんなで同時多発的にやりましょう。そうですね。もう平和のお祭りですね。うん、本当に。そう、もう一瞬にして届きますからね、うん、祈りは。いやー、なんかだからこうやってその同じ日にこうきっと他にもやられてる方、私の周りでもその11月11日にやるって言ってる方がいてて、まあ、エジプトに行く。ああ、聞きましたね。エジプトでもうね、あるって。そうです、そうです。とか、あと名古屋の方で、やる方とかいてて、で、なんかみんながそうやってその日を受け取って、お祭りを各地でやるってなってるので、なんか、これは、なんかね、バラバラだけど、どっかでつながってやってっていう、それがすごい意味がありますよね、本当に。どんどんこの輪が大きくなっていってるというのが、なんか自分たちのやってるお祭り自体が大きくなるだけじゃなくて、こうやってもう一つ超えて、いろんなところでこう、各地でやってる人たちと同じ思いで、なんかこう、つながって広げていけたら、加速のスピードの上がり方が、ね、半端ないなっていう感じがするのをすごく感じました。うん、いや本当に、今回の本当配信も、トントンってこう、あっという間にご一緒させていただくことが、叶いまして、なんかこのスピードとか展開っていうのも、なんかすごく水のように流れを感じているところなので、うん、そうですね。これから、はい、なんか一緒にいろんな形で、なんかこう、はい、会いながら、こう力をこう合わせて、一緒にこう、未来の方に進んでいけたらなと思います。はい。よろしくお願いします。今日は本当にお忙しい中で、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、素晴らしい。プレゼンしていただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。たくさんありがとうございます。うん、はい。いや、ウォーターネット88ということで、8月8日に地球を各地つないで水でつなぐ星の祭りということで、はい、今回はテーマがプレアデスだったり、水だったりというところで、各地、地球のいろんなところで同時にその水というキーワードでつながり合って祈っていくという、はい、このウォーターネット88のプロジェクトの、はい、一つの流れとしての配信としてお届けさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。オープニングでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。